漫画の壺が届かなくなりましたね。あー、なるほどなるほど。で、ワタには結構有利な立場ですが、上がれそうな手をもらっています。上がれそうなんですけど、安い上がり、1500とかの上がりをするのか、うん、本一とかに一気に染めて高い手で、そっからみんながもう来ないよねっていう上がりにするのかは、こっからのワタさんの壺と意気込み次第ですね。はい。さあ、そして渋川、うん、きついハイパイ。きつい。きつい。で、松本さん、マンガンツモで3着ですね。はい。ハネマンは2着。2着。という条件になっております。ちょっとね、厳しい条件の選手が比較的多いかなと。特にトップを狙うならば、という状況です。はい、果たしてトップを見るか、やっぱ着順で近い方を見やすいんで。じゃあ、渋川は萩原との4600点差。はい、1200つもあたりを狙うかもしれないが現実的ですよね。1200出上がり、1200つもあたり。え、渡さん的にはリーチ棒を出すと萩原さんの漫画つもが OK になっちゃうんで、リーチ棒出したくないんだけど、はい、じゃあ出した時に萩原さん来れますかとも言いますよね。着順落ちありますけど怖いですよってなるんで、早ければ早いだけそのリーチ棒も出す価値は全然ありますよね。なるほど。例えば、まあね、大谷が上がったらもう1曲あるんですもんね、はい、4着まで視野に入ってしまうかもしれない。結構怖いですよね。そのもう一曲がね、もうハネマンツモもみんな届かないよぐらいだったら、もう一曲あってほしいですもんね、大谷さんは。純ちゃんか、あ、もうさちゃんたか、スーピング打つか、全部見て一気通過も一応あるんでね。マンズの一気通過チーピング打ちもあるのか、どうにか。いや、まだ見てますね、ハネマンツモ。これは赤ウーピンも逃さないように数ピンを残してますね。はい、イーシャンテン、ウオタニが一番早い。萩原はマンガンツモ、現状だとウオタニまで届きません。でも萩原さんもこの曲はマンガンツモの手をとりあえず作ろうって思ってるはずですね。松本さんからリーチボーとか出そうですもんね。そしたらマンガンツモ OK ですね、はい、12900点差。リーチ棒が出そうか 出なそうかで手のを作るのを考えてもいいですね。まあ、出そうですよね、はい、松本マンガンツモ。渋川さんからも出そうなんで、はい、じゃあできるだけその準備はしておきましょう。タラン先輩は持ちながらの進行です。いいだ、あ、嬉しい。パーピン、これでローマンかな。もう一気通貫は厳しいんで、まあ、スーピンもいらないですけど、どっちを先に切りましょう、スーピンから、うん、危ない方から。いや、しかもごめんなさい、一気通貫は一応まだ見れますね。うん、郵便か、暗夜の違反欲しいもんね。いや、そう、いいそう、自分で切ってました。大谷は役割で転廃しそう、しそう、うん、役割嬉しいですよね。リーチボー出したくない、はい、何場に1枚切れ、うん、これでローマンですね。はい、実際は魚谷が2枚持ってるなんです。松本はとにかくマンガンツモを狙いたい。うん、目いっぱい残さなかったですね。カンパーマン向けもあったんですけど、リーチつもりはよっぽどのことがない限りないかなって感じだと思いますね。はい、大谷は何も安全牌として機能しています。初も安全牌、何も2枚目泣かなかったですね。はい、見送りました。ということで先切りますか。うん、そうか、ナンが2枚切れたらあんまりいらないですね、あのそうなんですよ。サブローマンのね、受けはできるんですけど、じゃあリーチのみをこのマンガンツモ条件の作らせる人に打つリーボーなのかっていう感じですよね。うん、そうじゃないよと。リーシャンテンを取って、これ赤ウスト引いたらね、うん、リーチありますからね。ありますね、3色にならなくてもできた。マンガンツモが目、リーチ3用ツモドラ1。さあ、材料は揃った、あとは形を作ろう。松本重たいね、うん、リャンペーコまで持ってきます。これも初打つか。スーソー引いたらリャンペーコ、チーソー引いたらドラ、受け駒はあります、はい、チートイツの一瞬でローソー切りだ。かなり引き気味ですね。はい、もうこの曲で伏せて終わろうと。そうですね、ドラのチーソー引いたらチートイツで使えばいいんで。はい、自由自在魚谷、フェニックスの同日連勝が見えてきた。そう、萩原さんの皮がピンズしか切れてなくて、ピンズ持ってないんですね、大谷さんは。結構怖いですね、はい、萩原さんに
さえ打たなければ8000宝珠とかトップで耐えるんで、なんで萩原さんの現物を持つために初が欲しかったってことですね。直撃だけはダメだ。高久選手、いや引かないね。条件満たすためにもがいていますが、順目は刻々と過ぎていきます。安全牌を溜め込んでいる魚谷、一巡一巡、嘘引いた、勝利の足音がしている。さあどうだ、羽根番はないんだよな。これは一発つもら一条件だけどね。いったいじったリッチ、ウーパー剣待ちのリーチ。赤ウーピン一発も無条件。赤ウーピンある、ある。え、しかも枚数結構ないですか。パーピンめちゃくちゃいる。パーピン1切れですよね、これ。5山で、そのうち1枚が赤です。リーチ一発もピンフドラーカー、リーチ一発もピンフドラーカー、3000-6000 OK。 形は数万だけど、さあ松本4番手です。ここからどう活路を見出そう。うわ、2万かでも、数万ワンチャンスだもんね。はい。そして魚谷はこれの時に初何段が欲しかったですけどね。さあどうだ、一発目に夢が、あ、いない、まだここはなかった。じゃあ赤ウーピン積もって裏1、裏1、はい、赤ウーピン積もって裏1、それか積もって裏裏、はい、黒はまあいい、裏裏はもういい層しか乗らないですからね、これ。羽根は打てない、この手からはちょっとな。8000宝珠は3着で耐えます。そうね、耐えるんだけど、なんかこの手からじゃあ8000もいいのかっていう、もったいない、8ポイントもったいない。魚谷はお祈りタイム、静かに静かに待ちましょう。赤ウーピンあるよ、赤ウーピン、裏1だ、裏1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 、裏が乗らず、すいません、大谷は息を飲んだ。大谷も萩原も息を飲んだ瞬間でした。裏ドラ1枚は乗らずの萩原。